あ、どうも、ユッキーです。今日は、キャメル買ってきましたよ。ほら、じゃーん、二つ。ね。360円両方とも、買ってきたんですが、まあ、以前吸ったキャメルのメンソールのシガレットの、シガーか。あれはもう類を見ないほどの、キャメルの最悪の、一番多分最悪のクソ商品でしたね。俺の知る限りは、あそこまでまずいキャメルを吸ったことないですね。あ、ミルクティーうめえ。とりあえずこっちをは置いといて、美味しいものは、後で食べる派なんで、こっちから吸っていきましょうか。キャメルの、なんだっけこれ。シガーのライトですね。ボックス。キャメルシガーライトボックス。360円。吸っていきましょう。あ！あ！すごい！キャラメルの味、キャラメルの匂いするな。あ、すっげえ。メンソールの方は、しないですね。しないというか、したとし、しているとしても、メンソールの香りで、ごまかされてさっぱりわからない。すっげえ甘い香りする。これ、なんだっけ、キャプテンファルコンじゃねえよ。まあいいや。あ、うん。あ、もう普通だな。うん。これが普通なんだよ。うん。普通。ただ、キャメル感はないですね。ナッツ香はほぼしない。キャメルのシガーボックスは、しっかりとしたタバコ感と吸い応えのある本格アメリカンブレンド。アメリカンブレンドなんだね。で、ライトボックスは、それのライトパターン。まあ、詰まるところここに穴が開いてるという、そういうことですね。タールチとかを、調整するのはあれ、物は同じなんだけど、ここの、穴がね、多いから、1ミリのやつとか、その分だけ多いんですよ。物自体には全く、変わらない。タバコはそういうもんです。あと 100S ボックス。100S もあれ、中の、中身は、量変わんないんで、うん。グラム的には一切変わんない。それがみっちりしてるか、ゆるーくしてるかの違いで。で、キャメルのシガー、メンソールボックスは爽やかなメンソール感を伴うスッキリとした味わいをお楽しみいただけます。巻き髪がすごい甘い香りするんだけど、
吸うとまるで甘さは1ミリもないですね。まあ、フィルターはプレーン。フィルターということですが。まあ、アークロイヤルっぽいね。あの、甘さが。香りっつうか。いや。あれか。リトルシガーの、あの、キーススリムっぽいですね。うん。ちなみに若葉のシガーも同じく値段360円で、エコーのシガーが10円低い350円となっております。個人的には若葉のシガーよりは、エコーのシガーの方が美味しいと思っております。うん。まあ、これは、キャメル感がない。ナッツ香が、ないに等しい、若干あるけど。これは、キャメルである必要は果たしてあるのか果たしてあるのかと言われると多分ない。まあでも、まあ若葉よか美味しいのか。若葉よか美味しいとは思うんですけども。吸い応えもライトって書いてあるんですけど、かなり吸い応えが結構きついです。ライトの割には結構きついイメージが、まあ、感覚ですね。まあそうだね。まあ三つ星だな。ご視聴ありがとうございました。